クエスト、わらさん来ていただいてます。どうも、うたかんチャンネルの皆様、しずかんチャンネルのわらです。いや、で、今週新作です。イゼロのやつです。はい、ということで、私はこの、なんだっけ、こっちやっていきます。いつもこんな人じゃないんで、ちょっとね、独特な言われ方なんです。あー、もう見えたね、だいぶ距離感がわからないね。いいよ、起きてるよ。この体勢ちょっとうざいっすよね。来てるよ。でもなんかちゃんと動いてるし、じゃあめちゃくちゃだけど動くから普通にやっていいっすか。ほぼ投資家に近い。いいか。惜しい。あと2手ぐらいです。あと2手。ここでちょっと押し上げるんですよ。行くか。あと1手。おお、けど動いてる。いいですよ。あと1手だね。よし、いくぜ。どこ、この辺、もうちょっと右寄せた方がいいかな。あー、はい。じゃあ、あと1手じゃねえじゃねえか。終わっちゃうね。よし、いけ。おい、もっとなんか話しかけてやれば、ほら、取れるかもしれない。おい、応援取られたいんだろ。もう、うずうずしてんだろ、おい。いけやるよ。どうだ、行けるか。おい、どうなんだよ。頼むよ。おー、優しさが足りないです、他の優しさにバーッと。女の子なんで、女の子はね、ちゃんと優しく。わかります。教えダメなら聞いてみろ、作戦で聞くわけね。あー、スイートな感じで詰めた方がいい、言葉を。よし、としちゃうぞ。これはどこがいいのかな。ここだろ。どうよ、もう。さあ来い。ダメだ。ダイパンやめてください。ダイパンは、ダイパンはダメです。となると、この辺ってことやな。さあ来い。おい。どうなんだよ。やっぱり甘やかした後には、甘やかした後、ちょっと厳しめにね、いかないといけない。これね、やたら。距離感が近すぎる。いいぞ。おい。今年のクリスマスは寂しそうですね。あ、今回もテロップ出しておいてくれるんですか。効果なかったけどね。ちょっと、不甲斐ないチャンネルだもんね。これは最終数100いかんわ。いや、1000人見てて、1人も来てない。そうだね。メールにここに。メール会長で。藤枝の店舗のメールに、ホームページに募集フォーム作ってるから、でそれで企画やろうよ。時給1,050円。土日祝はプラス100円アップ。何で金払うんで、俺がすごい出力高い。そうでもしないと多分無理っすよ。お前、どういうことだ。どういうことだよ。金で雇うって。あ、明日タウンワーク来るんで。あ、そうだね、はい、ちょっと声かけてみます。担当の、めちゃめちゃ難しい。こっから
ドキイチモ同士でお願いします。ごめんなさい。改めまして、2回目です。いやー嬉しい。 あと5回で取れたら、明日からここ藤原鑑定団に行きます。マジか、はい、新幹線藤原鑑定団ほらかというわけで、本日のアミューズメント、というわけでね、今回は藤枝鑑定団からお送りね初期戻し心が折れるんだよ。そこに合ってるか自分でもわっとかんかというわけで、今回はですね後味悪すぎでしょ。なんだね。うわ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 あ、なんだよ。静岡の会人お願いします。はい、では僕撮っていきたいと思います。はい、失礼しましたが、今回撮ることができました。じゃあ、この辺でバイバーイ。